皆さん、いつもありがとうございます。新倉正之です。よろしくお願いいたします。今回の話題はですね、トランプは核戦争をも止めていた。そしてですね、まあ、ポンペオ前国務長官のですね、回顧録などの話題ですので、よろしくお願いいたします。 まずですね、トランプはですね、今起きている戦争についてですね、こう発言しています。まず戦車が来て、次に核兵器が来る。この狂った戦争をですね、終わらせるんだ。え今すぐにとても簡単なことだと述べています。そしてですね、さらにこう続けています。もし私が大統領だったら、 ロシアとウクライナの戦争は決して起こらなかっただろう。今でももし大統領ならこの恐ろしく急速にエスカレートする戦争をですね、24時間以内に終結させる交渉ができるだろうと。こんな悲惨なですね、人命の消費はないと発信しています。 まさしくですね、トランプなら戦争は起こらなかったと言えるでしょう。むしろですね、バイデンになって、この悲惨なですね、戦争は起こってしまったとも言えるでしょう。それはですね、まあ、戦争前にですね、言わなくていいことをですね、バイデンは言っています。バイデンはですね、米軍を派遣しないとですね、 戦争前に行ってしまっているのです。言わなくていいことをですね、言ってしまったためですね、戦争が起きる方向にですね、持って行ってしまった発言としてですね、捉えていいでしょう。言わなくてもですね、いいことをバイデンはですね、言ってしまうし、やってしまうのです。 トランプならですね、今の戦争はなかった。これはですね、たやすく言えることなのです。そしてですね、バイデンの政策はですね、裏目裏目で現在進行形で進んでいます。アメリカのですね、中国との貿易額がですね、 過去最高を更新していますし、そんな中ですね、メディアはですね、バイデンが対中包囲網を作れるかなどと言っていますが、現実はですね、中国に力を与えていると言っていいでしょう。経済的にですね、力を与えていると言っていいのです。 トランプの時はですね中国をジェノサイド認定しですね貿易戦争も繰り広げました中国のですね、GDP の伸びがですね落ちるなど貿易戦争に勝ったのはトランプです。しかしバイデンになってからですね貿易額過去最高をですね、計上するなど悪い方向にですね向かっています たった2年足らずで世界がですね、一変もしていますし、バイデンになってからですね、世界がたった2年足らずでおかしくなってしまった。これはですね、簡単に言えることだと私は思います。日本においてもですね、そうです。誰がどう見てもですね、電気代が安いという人はいないでしょう。ガソリンもですね、補助金が出ているのにですね、高いままです。 しかし戦争前よりもですね、原油価格は下がってきていますし、天然ガスもですね、だいぶ下がってきています。しかし行われるのはですね、えー、電気料金のですね、値上げの申請などといったですね、おかしなことがですね、行われようとしています。こんなですね、おかしなことはトランプならですね、世界的に許さなかったでしょう。イカ様がですね、行われて いいいいるとと言っても私はいいと思います、まあ、そんな中ですね、まあ、トランプ政権時代、えー、核戦争をですね防いでいたということがポンペオ元国務長官のですね解雇録によって明らかになりました、まあ、暴露ともですね言っていいようなですね解雇録が出てきましたそれはですね2019年インドとパキスタンがですね カシミール地方を巡ってですね、核戦争に突入しかけたが、えー、自分たちがですね、まあ、ポンペオ国務長官らがですね、両国をたしなめ、えー、危機は回避されたという解雇録が出ています。 さらにですね、2019年2月にインドとパキスタンのですね、対立が核戦争に突入する寸前まで行ったことをですね、世界が正しく理解しているとは思わない。真実は私も正確な答えを知らないがあまりにもですね、まあ、核戦争寸前だったということは知っていると、回、え、顧、ー、録で述べています。 えー、さらにですね、両国にですね、相手が核戦争の準備をしていないと納得させるのにですね、数時間かかったと述べています。えー、これはですね、まあ、ニューデイリーとイスラマーバードにいたですね、我々のチームの功績が大きいと述べていてですね、まあ、両国ともですね、相手が、えー、核戦争のですね、準備をしていると、 えー、エスカレートしていったそうです。まあ、このことはですね、まあ、コメント欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいのですが、まあ、インドとパキスタンがですね、お互いに両国がですね、核戦争の準備をしていると言ってですね、どんどんエスカレートしていって、核戦争直前まで行ったのですが、まあ、トランプ政権のですね、まあ、ポンペオ、えー、国務長官がですね、それを防いだということが、開口録で明らかになっています。 ま、トランプ政権ですので、ま、トランプのですね、え、政策がうまくいったということの一つと言ってもいいと思います。え、トランプがですね、核戦争をも未然に防いでいた。そんなことがですね、明らかになっています。え、そしてですね、ま、その回顧録でですね、ま、他のどの国も あの夜ですね、恐ろしい結果を避けるために我々がですね、したようなことはしなかっただろうとも、えー、ポンペオ国務長官はですね、述べています、えー。他の国はですね、しなかったと述べているのですが、まさしくですね、バイデン政権はですね、していないわけです。 バイデン政権はですね、世界の安定のために、ほとんどですね、まあ何もと言っていいほどですね、私はしていないと思っていますし、まあ多くの人がですね、そう思っているかもしれません。バイデン政権はですね、まあそんな政権だと言っていいでしょう。しかし、トランプの時はですね、戦争どころか和平の連発でした。さらにですね、まあポンペオさん、 はですね、まあ、非公式にえ北朝鮮をですね、訪問しトランプ大統領とですね、金正恩総書記が会うことをですね、約束えさせたということもですね、回顧録でえ述べていてですね、まあ、トランプ政権の閣僚がですね、世界の安定をですね、え達成するために世界をですね、駆け回っていた、まあ、そんなことがですね、回顧録で明らかになっています。 まあ、トランプ政権ですので、まあ、トランプ大統領はですね、アメリカだけではなく世界のですね、安定に貢献していたということがですね、回顧録からもわかるわけです。 そしてですね、まあ、誰でもわかると思うのですが、まあ、トランプ大統領の4年間は平和でした。まあ、誰でもわかると言ったのはですね、まあ、テレビを多く見ている人は、まあ、トランプが悪いということをですね、裏、えー、植え付けられていますが、トランプの4年間はですね、まあ、戦争もなく、物価高もなくですね、平和な4年間でした。 トランプ政権のですね、閣僚が世界でも活躍していたのです。まあ、トランプのですね、4年間が平和だ,だったというのはですね、たまたま物価高がですね、なかったわけではないのです。 トランプがですね、まあ、シェールオイル政策をですね、原油先物価格がですね、マイナスになるほど、えー、シェールオイル政策をですね、進めてですね、世界の物価安に貢献していたのはトランプ大統領なのです。えー、バイデンになってですね、政策を変えてしまったので、 アメリカだけではなく世界のですね、物価高を招いてしまいました。たった2年足らずで世界がですね、いろんなことが一変してしまいました。戦争、物価高、世界経済の停滞、アフガンの撤退、失敗などもですね、たった2年足らずでバイデン政権のですね、失態が続いています。上げればですね、キリがないほどです。 えー、しかしですね、まあ、トランプ大統領の4年間は平和でした、まあ、トランプ大統領はですね平和な世界を築いてきたと言えるでしょう、まあ、そんなトランプ大統領はですね戦い続けています、えー、さらにですね、まあ、アメリカだけではなく世界的なですね応援を受けてですねトランプ大統領は戦い続けています しかしですね、まあ、反日メディア、反米メディアがですね、えー、どんなにですね、まあ、トランプを叩こうとも、トランプがですね、してきた世界にですね、安定をもたらした、平和をもたらした、世界にですね、恩恵をもたらしたということは変わらないわけです。どんなにですね、反日メディア、反米メディアがですね、トランプを叩こうとも、トランプ大統領はですね、 今後も前に出て、前に出て、前に出て戦い続けるでしょう。そんなですねトランプ大統領をです、ね、今後も皆さんと一緒に見ていきますのでよろしくお願いいたします。いつもですね高評価、チャンネル登録、コメントもありがとうございます。ぜひですね、共有ボタンも使ってみてください。 いつもですね、動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。トランプで決まりです。